北方領土は遠くて小さな島だと思われるかもしれませんが、根室市の納沙布岬から灯台のある歯舞群島の貝殻島まではわずか 3.7km しかありません。4島を合わせた総面積は千葉県や福岡県とほぼ同じ大きさです。択捉島と国後島は沖縄本島よりも大きく、択捉島は日本で最大の島です。こんにちは、エリカちゃん。私は去年の8月にビザなし交流で国後島に行ったんだ。2回船を乗り継いで5時間くらいかかったんだよ。街は赤青黄色とカラフルな建物が並んでいて、スーパーのような大きな商店はないんだけど、コンビニくらいのお店が数軒あったよ。私は今後国後島を観光地としてどのように生かしていくかを話し合う意見交換会に参加したんだ。現地の人たちは火山や温泉、湖などの自然観光資源を生かしたいと言っていたよ。ロウソク岩っていう海岸に隆起した岩があるんだけど、見たことのない独特な風景で今後の観光資源になると感じたよ。4人に分かれて現地の家庭を訪問したんだ。ニシンのサラダマリネやピロシキなどをごちそうになったり、民族衣装を着せてもらったり、とても楽しかったよ。そうそう、根室に来たことのある小学生がいて、また日本に来たいと言っていたよ。皆さんどうもこんにちは、太田修司です。僕は今こうしてロシアに住んでいて、ロシアとすごく深く関わりがあることをしているんですけれども、もちろん最初から僕もロシアが好きだったり興味があったわけではありません。むしろそのロシアに対して曖昧なイメージというものしか持っていませんでした。そんな僕のイメージを変えたのがこの受け入れ事業なんですよ。その時人生で初めてロシア人に会って衝撃を受けたんですよね。自分の中で抱いていたロシア人に対するイメージと実際に会ったロシア人とのイメージっていうものが全然違いすぎて本当にびっくりしました。彼らはよく笑うし、いい人たちばかりだし、日本好きな人がたくさんいます。ロシアって日本では知られていないだけで本当にいい国です。領土問題というものは今でも解決されていませんが、上の世代の方たちが残してくれたものっていうものは確実にあると思っていまして、その一つっていうのがこの交流事業だと思っております。交流事業に参加される方たくさんいらっしゃると思います。ロシア人と最高の思い出を作ってください。僕からは以上です。ありがとうございました。そうだね、そのためにも北方領土のことをまずはよく知らないとね。神奈川県庁新庁舎1階ロビーでは8月の25日から27日に北方領土パネル展2020 in 神奈川を開催します。皆様ぜひお越しください。